石田捨てを4月22日から2002年7月20日は、日本の海軍軍人及び海上自衛官である。海軍兵学校卒業。第9代海上幕僚長。妻は、有馬正文中将の長女ゆじ子である。愛知県出身。旧西小牧中学を経て、海軍兵学校を卒業。海軍時代に特筆される専攻は、キスカ島撤退作戦がある。 この作戦において、軽巡洋艦、阿部熊の水雷町として乗り組みも航海士として乗り組んでいた、キスカ島守備隊5600名の救出に成功した。終戦時は、舞鶴沈寺不勤務。戦後は、福音業務に従事し、終了後は、百合子夫人の郷里鹿児島で暮らし、先輩の営む建築会社を手伝った。海上自衛隊入隊後は乗る艦が少ないので、 やむなく陸上勤務が多かった。海幕総務部長、大港地方総監、海幕副長を経て、第9代海上幕僚長に就任。海上幕僚長時代には、防衛研究所に入校中の学生が発表した論文が問題となる一幕があった。これは当時、バイカルアムール鉄道の建設に、日本政府が援助をするかどうかの問題について、 防衛上の検知から資材等の援助には慎重で、あるべき、との内容であった。これを、当時の防衛庁長官は問題視し、石田海幕長を呼び出して、当該人物を処分せよと迫ったが、これは学生の研究成果であるとして拒否。なおも、長官から処分を求められるも断固として、拒否の姿勢を示し続け、政治家による人事への不当な介入と防衛上の、 研究に対する成人の過度の干渉、または妨害から文民統制のあるべき姿を守ろうとした。ありがとうございます。